BZK-005BZK-005 は、北京航空公天大学及び厚生広司と、航空工業集団有限責任講師が開発した、多用途中高度長時間対空無人航空機。2006年の主会エア賞において、プロモーションビデオで公開された。開発は、北京航空学院により2005年に開始したと思われる。 高度航空工業集団と合同で開発が進められたとされている。2009年に北京付近の飛行場に駐機する姿を撮影した写真がインターネット上にリークされている。2013年9月9日、中国方面から国籍不明の無人機1機が尖閣諸島に近い東、シナ海上空を飛行して航空自衛隊の F-15 戦闘機が スクランブルを行った際は、日本の防衛省は、抑留と推定したことが報じられた。しかし、ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリーは自衛隊が撮影した映像では、BZK-005 の特徴に一致していると分析していた。2018年4月18日に、東、シナ海の防空識別圏で飛行している中国の無人機を日本が確認した際は防衛省は、 BZK-005 と推定した。主翼は、高アスペクト比の後退翼、低翼配置となっている。総ブーム形式で、ブームの後端に垂直尾翼が、機体中心線から外側に傾けられ、取り付けられている。2本のテールブーム後端の間に水平尾翼が、取り付けられている。水平尾翼の平面型は、V 字前進翼となっている。 機体の材質は複合材を使用しているものと考えられている。ランディングギアは引き込み前輪式である。推進方式はプッシャー式である。搭載エンジンの形式はピストン式であること以外不明である。プロペラの翼の枚数は3枚である。機種下部にエオ・ IR ターレットを搭載。リアルタイムデータ送受信機を搭載。機種上面のバルジ部に 衛星通信アンテナを搭載する。ありがとうございます。